シンガポールの皆さん、こんにちは。ゆりこのアロマの監督の吉田光太です。ゆりこのアロマはですね、とあるアロマセラピストがですね、日本の伝統的なスポーツの剣道というですね、スポーツのに使われているこのコテですね、これがその今言うコテっていうものなんですけど、こう身につけるものですね。こうやってこう身につけるものです。でこのコテの匂いにですね、ちょっとこうハマってしまうという、少しこう、エロティックな部分がある、物語になってます。ちょっとその風変わりな作品なんですけども、面白いと思いますので、ぜひ見てください。ここに書いてあるんですけども、このゆりこのアロマのキャッチコピーでですね、変態じゃいけませんかというふうに書かれてるんですけども、このキャッチコピーになるように、この映画の一つのメッセージとして、人間誰しもそういったこう変態な部分みたいなものは、変態というか、おかしい部分みたいなのはあるんじゃないかというですね、そういったこうメッセージというか、そういった、思いも込めてますので、ぜひこう見ていただいてですね、シンガポールの皆さんも、私もそういうところあるかもしれないっていうかね、そういった気持ちがで見てもらえたらすると、いいかなというふうに思ったりしてます。よろしくお願いします。であと、ゆりこのアロマは、シンガポール映画祭で27日の、夜7時からですね、上映ですので、ぜひ見ちゃってください。僕も、会場に行きます。よろしくお願いします。